こんにちは。今回は先週12月16日付の演歌歌謡曲週間ランキングや有線ヒットチャートカラオケランキングを発表していきます。まずはオリコン週間シングルランキング15位から順に発表です。15位、恋樹氷、花咲雪見。発売日、2019年11月13日。14位、夢の振り子、竹島宏。発売日、2019年6月12日。13位、髪の鶴、丘みどり。発売日、2019年2月13日。12位、風雲太鼓、桜井久美子。発売日、2019年12月4日。11位、俺でいいのか、坂本冬美。発売日、2019年8月21日。紅白出場も決まった丘みどりさんの髪の鶴が順位を上げてきました。また、4日発売の桜井久美子さんの風雲太鼓が初登場12位にランクイン。勢いのある男歌と可愛らしい女心を歌ったカップリング曲で、二度美味しいシングルになっているみたいですね。続いて10位から4位までを発表します。10位、道塩、川野夏実。発売日、2019年11月6日。9位、時のしおり、上沼恵美子。発売日、2019年11月13日。8位、夢スター、春秋。発売日、2019年6月12日。7位、大丈夫、最上の先導、氷川きよし。発売日、2019年3月12日。6位、ひとり鈴岬、中西理恵。発売日、2019年12月4日。5位、純烈のハッピーバースデー、純烈。発売日、2019年5月15日。4位、野付半島、井上由美子。発売日、2019年11月27日。先日、日本作詞大賞を受賞した最上の先導も収録の氷川きよしさんのシングルは、今週は7位にランクイン。純烈の最新シングルも5位まで上がってきました。新曲からは、中西理恵さんの一人鈴岬が初登場6位に入っています。日本三大聖域の一つを舞台に失恋した女性の心情を歌った一曲です。では、いよいよトップ3の発表です。第3位は、男の名刺、秋岡修司。発売日、2019年12月4日。4日に発売になった秋岡修司さんの新曲が初登場で3位にランクイン。仕事一筋の男が長年仕事を共にした仲間と心を通わせるという壮大曲と、挑戦的な女歌のカップリング曲で秋岡さんの新たな魅力が詰まった一枚です。第2位は、
幸せの隠れ場所、北川大輔。発売日、2019年6月5日。4日に新バージョン Type C が発売となった幸せの隠れ場所が2位にランクイン。Type C には五木ひろしさんがデュエットでリリースし、今も愛される忍び合いを男性ソロバージョンで収録。定番曲を高い歌唱力で歌い上げます。そして第1位は、愛や子守唄、福田こうへい。発売日、2019年11月6日。今週1位に輝いたのは、福田こうへいさんの愛や子守唄でした。様々な番組やイベントにも出演中の福田さんですが、12月28日には、福田さんが出場した盛岡さんさ踊りに完全密着した特別番組が放送されます。そちらも要チェックですよ。続いては、有線の週間ヒットチャートです。まずは10位から5位までを見ていきましょう。10位、ヒレン、モン軍。9位、男の名詞、秋岡修司。8位、スズラン食堂、牧琴美。7位、愛や子守唄、福田こうへい。6位、風雲太鼓、桜井久美子。5位、俺の花、松尾雄志。新曲からは、オリコンランキングにも入った男の名詞、風雲太鼓のほか、11日に発売したばかりの俺の花、先月末発売のヒレンが初登場と、大きく顔ぶれが変わりました。スズラン食堂や愛や子守唄は変わらず人気があるようですね。では4位から1位の発表です。4位、雪の花、大川栄作。3位、望郷山河、三山ひろし。2位、二人道、藤あや子。1位、大丈夫、氷川きよし。先週6位だった望郷山河が3位までランクアップしてきました。2位と1位は、前週と変化なく、さすがのリクエスト数を誇っているようですね。最後に、カラオケで歌われている演歌、歌謡曲のランキングを発表です。まずは、15位から11位をまとめてご覧ください。15位、居酒屋、五木ひろし、木の実奈々。14位、ラブイズオーバー、オーヤンフィーフィー。13位、乱れ髪、美空ひばり。12位、川の流れのように、美空ひばり。11位、北国の春、千正男。しばらく順位変動の少なかったカラオケランキングですが、今週は15位に居酒屋が入ったり、先週10位の川の流れのようにが2つ順位を下げたりと動きがありました。ラブイズオーバーも12位から14位まで下がりましたね。続いては10位から4位までを発表します。10位、涙川、大月みやこ。9位、雪国、吉幾三。8位、時の流れに身を任せ、テレサテン。7位、償い、テレサテン。
6位、北の旅人、石原裕次郎。5位、サザンカの宿、大川栄作。4位、竹代、吉幾三。先週14位まで上がってきた雪国が、今週はさらに順位を上げ、9位にランクイン。この季節にぴったりということで、たくさん歌われているのかもしれません。時の流れに身を任せも一つ順位を上げ、涙川は少し順位を落としています。それではトップ3の発表です。3位、天城越え、石川さゆり。2位、津軽海峡冬景色、石川さゆり。1位、俺でいいのか、坂本冬美。今週もトップ3に変動はありませんでした。年末までこの順位は変わらないのでしょうか。一体どうなるのか気になるところですね。というわけで、先週の演歌、歌謡曲ランキングでした。来週も楽しみですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。